フォールディングホームは、タンパク質の動的な振る舞いをシミュレートすることで、科学者が様々な疾患に対する、新しい治療法を開発できる、よう支援することを目的とした、分散コンピューティングプロジェクトである。これには、タンパク質のフォールディングや、タンパク質の動きのプロセスが含まれており、ボランティアのパソコン上で実行される分子、動力学シミュレーションに依存している。 フォールディングホームは2000年10月1日にビジェーパンデ教授の指揮の下スタンフォード大学で発足した。2019年以降はワシントン大学セントルイス工医学部に拠点を置きパンデ教授の元教え子であるグレッグ・ボーマン博士が指揮している。このプロジェクトは分散コンピューティングや科学研究を行うためにグラフィックス処理装置、中央処理装置、 ラズベリーパイのような ARM プロセッサを利用する。このプロジェクトでは従来のコンピューティング手法からパラダイムシフトした統計的シミュレーション手法を採用している。クライアントサーバーモデルのネットワークアーキテクチャの一環としてボランティアのマシンはそれぞれシミュレーションの一部を受け取り、計算により完成させ、プロジェクトのデータベースサーバーに返し、そこでユニットが 全体のシミュレーションにまとめられる。ボランティアは自分の貢献度、ウェブサイト、フォールディングホーム上で確認することができるため、参加に競争心を刺激し、長期的な貢献を促している。フォールディングホームは世界最速の計算機システムの一つである。ナインティ1 9パンデミックの影響で、プロジェクトへの関心が高まる中、 2020年3月下旬には本プロジェクトの演算能力は約1.22エフロップス2020年4月中旬には約2.43エフロップスを達成し世界初のエクサフロップコンピューティングシステムとなりトップ500の全スーパーコンピュータの合算を上回る能力を獲得した研究者は計算コストのかかるタンパク質の折りたたみに関する 原子レベルのシミュレーションを従来の数千倍の長い時間にわたって実行することが可能となった。パンデラボは2000年10月1日の発足以来225の科学研究論文を発表してきた。このプロジェクトのシミュレーション結果は実験の結果とよく一致している。折りたたみ前と折りたたみ後のタンパク質。不安定なランダムコイル状態で始まり、 本来の状態の立体廃座で終わる。タンパク質は多くの生物学的機能に不可欠な構成要素であり、生物細胞内の事実上すべてのプロセスに関与している。タンパク質は多くの場合、酵素として機能し、細胞のシグナル伝達、分子輸送、細胞周期の制御などの生化学反応を行っている。構造要素としていくつかのタンパク質は、 細胞の骨格の一種である抗体として機能し、他のタンパク質は免疫システムに関与している。タンパク質がこれらの役割を果たす前に、タンパク質は機能的な三次元構造に折りたたまれなければならない。このプロセスはしばしば自然発生的に行われ、アミノ酸配列内の相互作用やアミノ酸と、その周囲のアミノ酸との相互作用に依存する。 タンパク質の折りたたみは、タンパク質の最もエネルギー的に有利な構造、すなわち天然状態を見つけるための探索によって推進される。このように、タンパク質のフォールディングを理解することは、タンパク質が何をしているのか、どのように機能しているのかを理解する上で非常に重要であり、計算生物学の聖杯と考えられている。フォールディングは混雑した。 細胞環境の中で行われているにもかかわらず、通常はスムーズに行われている。しかし、タンパク質の科学的性質や、その他の要因により、タンパク質が誤って折りたたまれ、誤った経路で折りたたまれてしまい、形が崩れてしまうことがある。誤って折りたたまれた、タンパク質を、細胞のメカニズムで破壊したり、再フォールディングしたりしない限り、タンパク質は、 その後、凝集し、様々な消耗性疾患を引き起こす可能性がある。これらのプロセスを研究する実験室での実験は、範囲や原子レベルでの詳細が限られているため、科学者たちは、物理学に基づいた計算モデルを使用して、実験を補完し、タンパク質のフォールディング、ミスフォールディング、凝集のより完全な全体像を提供しようとしている。 タンパク質の立体配座やコンフィギュレーション空間の複雑さと計算能力の限界から全原子分子動力学シミュレーションでは研究できるタイムスケールが大幅に制限されている。ほとんどのタンパク質は通常ミリ秒単位で折りたたまれるのに対して2010年以前のシミュレーションではナノ秒からマイクロ秒のタイムスケールにしか到達できなかった。 タンパク質のフォールディングのシミュレーションには汎用スーパーコンピュータが使用されてきたがこのようなシステムは本質的にコストが高く多くの研究グループで共有されているのが一般的であったさらに動力学モデルの計算は連続的に行われるため従来の分子シミュレーションをこれらのアーキテクチャに強スケーリングすることは非常に困難と言えるさらに タンパク質の折りたたみは確率的なプロセスであり、時間の経過とともに統計的に変化する可能性があるため、折りたたみプロセスを包括的に見るために長時間のシミュレーションを行うことは計算的に困難であった。フォールディングホームでは、ここで図示したようなマルコフ状態モデルを使用して、タンパク質が初期のランダムにコイル状に巻かれた状態から、 本来の三次元構造へと凝縮する際に起こりうる形状やフォールディング経路をモデル化している。タンパク質のフォールディングは一度に起こるものではない。その代わりに、タンパク質はタンパク質のエネルギー地形における局所的な熱、力学的自由エネルギーの最小値である、様々な中間的な構造の状態で待機している間に、フォールディングに、 時間の大部分を費やしている。適応的サンプリングとして知られるプロセスを通じて、これらの立体配座は、フォールディングホームによって、一連のシミュレーション軌道の出発点として使用される。シミュレーションがより多くの立体配座を発見すると、それらの立体配座から軌道が再開され、この周期的なプロセスから、マルコフ状態モデルが徐々に作成される。MSM は、 離散時間マスター方程式モデルであり、生体分子の構造とエネルギーランドスケープを、異なる構造とその間の短い繊維の集合として記述する。適応サンプリングマルコフ状態モデル法は、局所的なエネルギー最小値自体の内部での計算を避けることができるため、シミュレーションの効率を大幅に向上させ、短い独立した。 シミュレーション軌道の統計的集約を可能にするため、分散コンピューティングに適している。マルコフ状態モデルの構築に要する時間は、並列シミュレーションの実行回数、すなわち利用可能なプロセッサの数に反比例する。言い換えれば、線形並列化を実現し、全体の直列計算時間を約4桁短縮することができる。完成した MSM には、 タンパク質の愛空間とその間の繊維のサンプル状態が数万個含まれている場合がある。このモデルはフォールディングイベントとフォールディング順序を示しており、研究者は後で動力学的クラスタリングを使用して、そうでなければ非常に詳細なモデルの嵐化された表現を見ることができる。これらの MSM を用いてタンパク質が どのようにして誤って折りたたまれるかを明らかにし、シミュレーションと実験を定量的に比較することができる。2000年から2010年の間に、フォールディングホームが研究してきた、タンパク質の長さは4倍に増加し、タンパク質フォールディングシミュレーションのタイムスケールは6桁に増加した。2002年には、フォールディングホームは、 マルコフ状態モデルを使用して、数ヶ月間で約100万 CPU 比分のシミュレーションを行い、2011年には MSM の並列化を行い、合計1000万 CPU 時間の計算を必要とした。2010年1月には、フォールディングホームは MSM を使用して、1.52ミリ秒の間に32残機の NTL9 タンパク質が、ゆっくりと折りたためる。 動力学のシミュレーションを行った。このモデルは実験的なフォールディング速度の予測と一致するタイムスケールでありながら以前に達成されたものよりも1000倍も長いものであった。このモデルはそれぞれが2桁も短い多数の個別の軌道から構成されており、タンパク質のエネルギー地形をこれまでにないレベルで詳細に調べることができた。2010年 フォールディングホームの研究者であるグレッグ・ボーマンはオープンソースのムズマビルダーソフトウェアの開発と理論と実験の定量的な一致を達成したことにより米国科学界からトーマス・クーン・パラダイム・シフト賞を受賞した彼の研究に対してパンではタンパク質と RNA のフォールディングに関する最先端の理論モデルを生み出すために分野を定義し 分野を変える計算手法を開発したとして、2012年に、マイケルケイト・バーニー・アワード・フォー・ヤング・インベスティゲーターズを、また、アンサンブル測定と単一分子測定の両方の意味の再検討を刺激し、パンデの努力は、シミュレーション方法論への先駆的な貢献となったとして、2006年にはアービング、ゼーゲル・ヤング・インベスティゲーター・アワードを受賞している。 タンパク質の誤った折りたたみは、アルツハイマー病、ガン、クロイツフェルトやコブ病、脳膨性セニッショウ、ハンチントン病、カマ状赤血球性貧血、および通型糖尿病を含む様々な疾患の原因となり得る。HIV やインフルエンザなどのウイルスによる細胞感染には、細胞膜上でのタンパク質のフォールディング現象も関与している。 タンパク質のミスフォールディングがよりよく理解されれば、タンパク質のフォールディングを調節する細胞の自然な能力を増強する治療法を開発することができる。このような治療法には、特定のタンパク質の酸性を変化させたり、ミスフォールディングしたタンパク質を破壊したり、あるいはフォールディングプロセスを補助するために人工分子を使用することが含まれる。 計算分子モデリングと実験解析の組み合わせは、創薬の迅速化やコスト削減など、分子医学の未来と合理的な医薬品設計法を根本的に形作る可能性を秘めている。フォールディングホームの最初の5年間の目標は、フォールディングの理解を前進させることであったが、現在の目標は、ミスフォールディングと関連疾患、特にアルツハイマー病の理解である。 フォールディングホーム上で実行されるシミュレーションは実験室での実験と併用されるが研究者はこれらのシミュレーションを利用して実験室環境でのフォールディングが本来の細胞環境でのフォールディングとどのように異なるのかを研究することができる。これは実験的に観察することが困難なフォールディングやミスフォールディング そしてそれらと疾患との関係を研究する上で有利である。例えば、2011年のフォールディングホームでは、リボソーム出口トンネル内でのタンパク質のフォールディングをシミュレーションし、自然の閉じ込めや混雑が、フォールディングプロセスに、どのような影響を与えるかを、科学者が理解するのに役立てた。さらに、科学者は、通常、科学的編成剤を働かせ、 タンパク質を安定なネーティブ状態からアンフォールドさせている。編成剤がタンパク質の再フォールディングにどのような影響を与えるかは一般的には知られておらず、これらの編成状態にフォールディングの挙動に影響を与える可能性のある残余構造が含まれるかどうかを実験的に判断することは困難である。2010年にフォールディングホームは GPU を使って、プロテインウェルの未フォールディング状態をシミュレーションし、実験結果と強く一致する崩壊速度を推定した。このプロジェクトから得られた、大規模なデータセットは、要求に応じて、他の研究者が自由に利用できるようになっており、フォールディングホームのウェブサイトから、アクセスできるものもある。パンで研究室は、ブルージーンスーパーコンピュータのような他の分子、 動力学システムと協力しており、フォールディングホームの主要なソフトウェアを他の研究者と共有していて、フォールディングホームの恩恵を受けたアルゴリズムが他の科学分野に役立つ可能性がある。2011年には、フォールディングホームの MSM やその他の並列化手法をベースに大規模なコンピュータクラスターやスーパーコンピュータ上での分子シミュレーションの効率と、 スケーリングを向上させることを目的としたオープンソースのコペルニクスソフトウェアをリリースした。フォールディングホームで得られたすべての科学的知見の要約は発表後にフォールディングホームのウェブサイトに掲載される。アルツハイマー病は脳内のアミロイド β タンパク質断片の凝集と関連している。研究者たちはフォールディングホームを使ってこの病気の原因を よりよく理解するために、この業種プロセスをシミュレートした。アルツハイマー病は、高齢者に多く発症し、認知症の半数以上を占める、難治性の神経変性疾患である。正確な原因は不明だが、この病気は、タンパク質のミスフォールディング疾患として、同定されている。アルツハイマー病は、アミロイド β ペプチドが、 他の Aβ ペプチドと一緒にミスフォールディングして凝集することによって引き起こされる有毒な凝集体と関連している。これらの Aβ 凝集体はアルツハイマー病の病理学的マーカーである老人版に成長する。これらの凝集体は不均一な性質を持っているため、X 線結晶構造解析や核磁気共鳴などの実験的手法では、 その構造の特徴を明らかにすることが困難であった。また、Aβ 業種体の原子シミュレーションは、その大きさと複雑さから、計算量が非常に多くなる。Aβ 業種を防ぐことは、アルツハイマー病の治療薬を開発する上で有望な方法であると、ナムとファジリは、文献調査で述べている。2008年、フォールディングホームは、 数十秒単位の時間スケールで Aβ 業種のダイナミクスを原子レベルで詳細にシミュレーションした。これまでの研究では約10マイクロ秒のシミュレーションしかできなかった。フォールディングホームはこれまでの研究よりも6桁長い時間スケールで Aβ のフォールディングをシミュレーションすることができた。研究者たちはこの研究の結果を利用して 構造内の分子間相互作用の主な原因となるベータヘアピンを特定した。この研究はパンデ研究室が将来の業種研究のためにまた業種プロセスを安定化させる可能性のある小さなペプチドを見つけるためのさらなる研究のために準備をするのに役立った。2008年12月、フォールディングホームは Aβ 業種体の毒性を阻害すると思われる。 いくつかの小さな薬物候補を発見した。2010年には、タンパク質、フォールディング機構センターとの緊密な協力のもと、これらの薬物候補の生態組織での試験が開始された。2011年、フォールディングホームは、Aβ の凝集体形成を安定化させると思われるいくつかの変異のシミュレーションを完成させた。これらの変異は、 病気の治療薬の開発に役立つ可能性があり、Aβ オリゴマーの核実共鳴分工法による実験的研究に大きく貢献している。その年の後半、フォールディングホームは様々な天然酵素が Aβ の構造とフォールディングにどのような影響を与えるかを決定するために様々な Aβ フラグメントのシミュレーションを開始した。ハンチントン病は タンパク質の折り返しや凝集を伴う神経変性性遺伝性疾患である。ハンチントンタンパク質の N 末端にあるグルタミンアミノ酸の過剰な繰り返しが凝集を引き起こし、その挙動は完全には解明されていないが、本疾患に伴う認知機能の低下につながると考えられている。他の凝集体と同様にその構造を 実験的に決定することは困難である。科学者たちは、フォールディングフォームを用いて、ハンチントンタンパク質の凝集体の構造を研究し、凝集体がどのように形成されるかを予測し、凝集体の形成を止めるための合理的な薬品、設計法を支援している。ハンチントンタンパク質の N17 フラグメントは、 この業種を促進し、いくつかのメカニズムが提案されているが、このプロセスにおける、正確な役割はほとんど不明である。フォールディング・ホームは、このフラグメントと他のフラグメントのシミュレーションを行い、疾患における役割を明らかにしてきた。2008年からは、アルツハイマー病の薬物設計法を、ハンチントン病に応用している。基地の癌の半分以上は、 細胞周期を制御し DNA が損傷した場合に細胞子のシグナルを出すすべての細胞に存在するがん抑制タンパク質である P53 の突然変異が関与している P53 の特定の変異はこれらの機能を破壊し異常な細胞の成長を抑制せずに継続させ結果として腫瘍を発生させるこれらの突然変異の解析は P53 関連のがんの根本原因を説明するのに役立つ。2004年にはフォールディングホームを使用して水の全原子シミュレーションにおける P53 のタンパク質に両体のリフォールディングの最初の分子動力学研究を行った。このシミュレーションの結果は実験結果と一致し、以前は得られなかったに両体のリフォールディングについての洞察が得られた。 これは分散型計算機プロジェクトによるがんに関する初の作読付き論文となった。翌年、フォールディング・ホームは特定のタンパク質の安定性に重要なアミノ酸を特定する新しい方法を開発し、P53 の変異の研究に使用した。この方法は、がんを促進する、突然変異を特定することに成功し、他の方法では、 実験的に測定することができなかった。特定の突然変異の影響を決定することができた。フォールディングホームは、高分子クラウディングした科学的ストレスの多い、環境下で他のタンパク質のフォールディングを助けることで、細胞の生存に不可欠な役割を果たす熱ショックタンパク質である、タンパク質のシャペロンの研究にも使用されている。急速に成長する。 癌細胞は特定のシャペロンに依存しており、いくつかのシャペロンは化学療法の抵抗性に重要な役割を果たしている。これらの特定のシャペロンを阻害することは効率的な化学療法薬の開発や癌の広がりを抑えるための潜在的な作用基準と考えられている。パンデ研究室ではフォールディングホームを用いてタンパク質、 フォールディング気候センターと緊密に連携し、癌細胞に関与する、これらのシャペロンを阻害する薬剤を見つけたいと考えている。また、研究者たちは、フォールディングホームを使って、SRC キナーゼという酵素や、癌を含む多くの病気に関与している、可能性のある、大きなタンパク質であるエングレールドホメオドメインの一部の、 形など、癌に関連する他の分子の研究にも取り組んでいる。2011年、フォールディング・ホームは、癌細胞表面受容体に結合することで、イメージングスキャンで癌種を識別することができる、小さなノッティンタンパク質 H の動力学のシミュレーションを開始した。インターロイキンには、免疫系の T 細胞が病原体や腫瘍を攻撃するのを助ける、タンパク質である。 しかし、排水種などの重篤な副作用のため、ん治療薬としての使用は制限されている。いるマイナスには T 細胞とは異なる形で、肺細胞に結合するため、この結合機構の違いを理解することが研究の課題となっている。2012年には、フォールディングホームは免疫系の役割に300倍以上の効果がありながら、 副作用が少ない変異型のいるマイナス2の発見を支援した。実験では、この変異型のいるマイナス2は、腫瘍の成長を阻害するという点で、天然のいるマイナス2よりも優位に優れていた。製薬会社は、この変異体分子に関心を示しており、アメリカ国立衛生研究所は、治療薬としての開発を加速させるために、様々な腫瘍モデルを用いて、 試験を行っている。骨形成不全症は、もろ症骨疾患として知られており、死的になる可能性のある不治の遺伝性骨疾患である。この病気の人は、機能的な結合骨組織を作ることができない。この疾患は、様々な構造的役割を果たし、哺乳類に最も多く存在する、タンパク質である i 型コラーゲンの突然変異が、 最も一般的な原因となっている。この突然変異は、コラーゲンのミエラ線構造の変形を引き起こし、自然に破壊されなければ、骨組織の異常や弱体化を引き起こす。2005年、フォールディングホームは、それまでのシミュレーション手法を改良した新しい量子、力学的手法をテストした。研究者は、フォールディングホームを、 コラーゲンのフォールディングと折りたたみのミスフォールディングの研究に使用してきたが、アルツハイマー病やハンチントン病の研究と比較すると、この研究はパイロットプロジェクトとしての関心が高いようである。フォールディングホームは、インフルエンザや HIV などの一部のウイルスが認識して、生体細胞に侵入するのを防ぐ研究を支援している。2011年、フォールディングホームは、 HIV の重要な構成要素である酵素、リボヌクレス H の動力学のシミュレーションを開始し、酵素を不活性化する薬の設計を試みた。また、フォールディングホームは、ウイルス感染と幅広い生物学的機能に、不可欠なイベントである、膜融合の研究にも利用されている。この融合には、ウイルス融合タンパク質のコンフォメーション変化と、 タンパク質ドッキングが関与しているが、融合の背後にある正確な分子メカニズムはほとんど分かっていない。融合現象は数百マイクロ秒の間に50万個以上の原子が相互作用することもある。このような複雑さから一般的なコンピュータシミュレーションでは数十ナノ秒の間に約1万個の原子が相互作用することになるが、これは数桁の違いある。 膜融合のメカニズムを予測するモデルの開発は、抗ウイルス薬を用いてこのプロセスを標的にする、方法を科学的に理解するのに役立つだろう。2006年には、マルコフ状態モデルと、フォールディング、ホームネットワークを応用して、融合の2つの経路を発見し、その他のメカニズムに関する知見を得た。2007年、パンデ研究室は、商法として知られる、 小細胞の詳細なシミュレーションをフォールディングホームで行った後融合中の構造変化のトポロジーを測定する新しい計算方法を導入した2009年には研究者たちはフォールディングホームを使ってウイルスを宿主細胞にくっつけウイルスの侵入を助けるタンパク質であるインフルエンザヘマグルチニンの変異を研究したヘマグルチニンの変異は ヘマグルチニンが宿主の細胞表面受容体分子にどの程度うまく結合するかに影響を与え、これによってウイルス株が宿主生物にどの程度感染するかが決定される。ヘマグルチニンの変異の影響に関する知識は抗ウイルス薬の開発に役立つ。2012年現在、フォールディングホームはバージニア大学での実験研究を補完しながら ヘマグルチニンのフォールディングと相互作用のシミュレーションを続けている。2020年3月、フォールディングホームは治療法の発見やコロナウイルスのパンデミックについての詳細な研究を行っている世界中の研究者を支援するプログラムを開始した。プロジェクトの第一段階ではサーズ株マイナス -2 ウイルス及び関連するサーズ 下部ウイルスからの薬剤化可能なタンパク質標的をシミュレートしているが、これらについては利用可能なデータが大幅に増加している。薬物は標的分子上の特定の位置に結合し、標的を無効にしたり、コンフォメーション変化を起こしたりするなど、所謀の変化を引き起こすことで機能する。理想的には薬物は非常に特異的に採用し、 他の生物学的機能を阻害することなく、標的にのみ結合することが望ましい。しかし、二つの分子がどこで、どのように強固に結合するかを正確に決定することは困難である。計算能力に限界があるため、現在のインシリコ法は、通常、正確さと速度を両立させなければならない。例えば、計算コストのかかる自由エネルギー計算の代わりに、 迅速ななタンンパク質ドッキングを使用するるどであるフォールディングホームの計算性能により研究者は両方の方法を使用しその効率性と信頼性を評価することができるコンピュータ支援創薬は創薬のスピードアップとコスト削減につながる可能性がある2010年フォールディングホームは MSM と自由エネルギー計算を用いて X 線結晶構造解析によって実験的に決定された結晶構造からビリンタンパク質のネイティブ状態を1.8オングストロームの平均事情偏差以内で予測した。この精度は本質的に構造化されていないタンパク質を含む将来のタンパク質構造予測手法に意味を持つ。科学者たちは フォールディングホームを利用して最後の手段の薬であるバンコマイシンやペニシリンなどの抗生物質を分解するベータ、ラクタマーゼを研究することで薬剤耐性の研究を行ってきた。化学活性はタンパク質の活性部位に沿って発生する。従来の薬物設計法では標的タンパク質が一つの合体構造に存在すると仮定してこの部位に強固に結合し、 その活性を阻害する。しかし、このアプローチが有効に働くのは、全タンパク質の約15%に過ぎない。タンパク質には、アロステリックサイトが存在し、低分子と結合することで、タンパク質の構造を変化させ、最終的には、タンパク質の活性に影響を与える。これらの部位は、魅力的な創薬標的であるが、その位置を特定するには、 非常に計算コストがかかる。2012年には、フォールディングホームと MSM を用いて、ベータ、ラクタマーゼ、インターロイキンマイナスに、リボヌクレス H の3つの医学的に関連のある、タンパク質のアロステリックサイトを同定した。基地の構成物質の約半分は、最近のリボソームの働きを阻害するもので、メッセンジャー RNA をタンパク質に翻訳することで、 タンパク質の生合成を行う大きくて複雑な生科学的機械である。マクロライド系抗成物質はリボソーム出口トンネルを塞ぎ、細菌の必須タンパク質の合成を妨げる。2007年、パンデ研究室は新しい抗成物質の研究と設計のための助成金を受けた。2008年にはフォールディングホームを使ってこのトンネルの内部と 特定の分子がどのように影響するかを研究した。リボソームの完全な構造は2011年の時点で決定されており、フォールディングホームではリボソームタンパク質の機能の多くがほとんど解明されていないため、リボソームタンパク質のシミュレーションも行っている。他の分散コンピューティングプロジェクトと同様に、フォールディングホームはオンライン市民科学プロジェクトである。 こうしたプロジェクトでは、専門家ではない人々が、コンピュータ処理能力を提供したり、プロの科学者が作成したデータの分析を手伝ったり、する。参加者はほとんど、あるいは明らかな報酬を受け取らない。市民科学者の動機についての研究が行われてきたが、これらの研究のほとんどは、参加者が、利他的な理由から参加する動機を持っていることを、発見している。 つまり、科学者を助けたい、研究の発展に貢献したいと考えていることが分かった。市民科学の参加者の多くは、研究のテーマに根底にある興味を持ち、自分の興味のある分野のプロジェクトへと引き寄せられていく。フォールディングホームも、その点では、変わりはなく、最近、400人以上の参加者を対象に行われた調査では、 研究に貢献したいと考えていること。また、多くの参加者には、フォールディングホームの科学者が調査している病気に、罹患した友人や親戚がいることが、明らかになった。フォールディングホームは、コンピュータハードウェアの愛好家の参加者を集めている。これらのグループは、プロジェクトに、かなりの専門知識をもたらし、高度な処理能力を持つコンピュータを構築することが、できる。 他の分散コンピューティングプロジェクトでは、このようなタイプの参加者が集まり、プロジェクトは改造されたコンピュータの性能をベンチマークするために使用されることが多く、この趣味のこのような側面は、プロジェクトの競争的な性質によって対応されている。個人やチームは、誰が最も多くのコンピュータ処理装置を処理できるかを競うことができる。 このフォールディングホームに関する最新の研究ではオンライングループのインタビューと民族指摘観察を行いハードウェア愛好家のチームが処理出力を最大化するためのベストプラクティスを共有しながら一緒に作業することができることが示されたこのようなチームは言語とオンライン文化を共有し実践コミュニティになることができるこのような参加パターンは 他の分散コンピューティングプロジェクトでも観察されている。フォールディングホームの参加者のもう一つの重要な観察点は男性が多いことである。これは他の分散型プロジェクトでも観察されている。さらに参加者の多くはコンピュータやテクノロジーを使った仕事やキャリアに従事している。フォールディングホームの参加者全員がハードウェアの愛好家というわけではない。 多くの参加者は、改造されていないマシーンで、プロジェクトのソフトウェアを実行し、競争的に参加している。フォールディングホームには10万人以上の参加者がいる。しかし、参加者のうち、どの程度の割合が、ハードウェア愛好家なのかを把握することは困難である。しかし、プロジェクト管理者によれば、処理能力の面では愛好家コミュニティの貢献度の方が、大きいと語っている。 2004年4月から2012年10月までのフォールディングホームと最速スパコンの計算能力。2007年6月から2011年6月までの間、フォールディングホームはトップ500の最速スパコンを上回っていたが、2011年11月には K に、2012年6月にはブルージーン Q に追い抜かれた。 スーパーコンピュータのフロップス性能は従来のリンパックベンチマークを実行することで評価される。この短期的なテストではリンパックがスーパーコンピュータのハードウェアに効率的にマップされるため実世界のタスクでの持続的なパフォーマンスを正確に反映することは困難である。コンピューティングシステムはアーキテクチャや設計が異なるため 直接比較することは困難である。これにもかかわらず、フロップスはスーパーコンピューティングで使用される主要な速度指標であることに変わりはない。対照的に、フォールディングホームはワークユニットが完了するのにかかる時間を測定することで実経過時間を使用してフロップスを決定する。2007年9月16日、プレイステーション o の参加もあり、フォールディング ホームプロジェクトはネイティブ1ペタフロップスを超える持続的な性能を正式に達成しあらゆる種類の計算機システムで初めての達成となった当時のトップ500で最速のスパコンはブルージーン L で0.280ペタフロップスであった翌年の2008年5月7日には ネイティブにペタフロップスを超える持続性能を達成し、2008年8月には、ネイティブ3ペタフロップス、2008年9月28日には、ネイティブ4ペタフロップスのマイルストーンを達成した。2009年2月18日には、フォールディングホームが、ネイティブペタフロップス5ペタフロップスを達成し、この5つのレベルを達成した、最初の計算機プロジェクトとなった。 これに対して2008年11月の最速スーパーコンピュータは IBM のロードランナーで1.105ペタフロップスであった。2011年11月10日のフォールディングホームの性能は6ネイティブペタフロップスを超え、これは X86 の8ペタフロップス近くに相当する。2013年5月中旬には、 オールディングホームは7ネイティブペタフロップスを超え、14.87X86 ペタフロップスに相当する。その後、6月21日には8ネイティブペタフロップスを達成し、同年9月9日には9ネイティブペタフロップスを達成、17.9X86 ペタフロップスを達成した。2016年5月11日。 フォールディングホームは 100X86 ペタフロップスの達成に向けて動き出したと発表した。2020年のコロナウイルスパンデミックによる意識の高まりと市民科学者のプロジェクトへの参加からさらなる利用が拡大した。2020年3月20日、フォールディングホームはツイッターを通じて470ネイティブペタフロップス以上で稼働していることを発表した。 同年3月25日までに768ペタフロップス、つまり 1.5x86 エクサフロップスに達し、初のエクサフロップコンピューティングシステムとなった。他の分散コンピューティングプロジェクトと同様に、ホールディングホームは、クレジットシステムを通じて、プロジェクトへのユーザーのコンピューティング貢献度を定量的に評価する。ポイントは、プロジェクトがリリースされる前に、 そのプロジェクトからの一つ以上のワークユニットを公式のリファレンスマシン上でベンチマークすることによって決定される。各ユーザーはすべてのワークユニットを完成させた場合にこれらの基本ポイントを受け取ることができるが秘密のパスキーを登録することで計算の難易度が高いユニットや科学的な優先順位が高いユニットを確実かつ迅速に完成させた場合には ボーナスポイントを追加で受け取ることができる。また、ユーザーは、複数のマシン上のクライアントからの作業に対しても、クレジットを受け取ることができる。このポイントシステムは、与えられたクレジットと科学的結果の価値を一致させる、試みである。ユーザーは、自分の貢献をチームに対して登録することができ、メンバー全員のポイントを合算することができる。ユーザーは、 自分のチームを立ち上げることも既存のチームに参加することもできる。場合によっては、チームはインターネットフォーラムのようなコミュニティ主導のヘルプや勧誘の情報源を持つこともある。ポイントは、プロジェクトのために最も多くの計算をするために、個人とチームの間で友好的な競争を促進することができ。 フォールディングコミュニティに利益をもたらし、科学研究を加速させることができる。個人とチームの統計は、フォールディングフォームのウェブサイトに掲載される。ユーザーが新しいチームを結成しなかったり、既存のチームに参加しなかったりすると、そのユーザーは自動的にデフォルトチームのメンバーになる。このデフォルトチームのチーム番号は、例で、統計情報は、この デフォルトチームとして特別に命名されたチームのために蓄積される。ユーザー側のフォールディング、ホームソフトウェアはワークユニット、コア、クライアントという3つの主要なコンポーネントから構成されている。ワークユニットとはクライアントに処理を依頼するタンパク質データのことである。作業単位はマルコフモデルにおける状態間のシミュレーションの断片である。 ワークユニットがダウンロードされ、ボランティアのコンピュータで完全に処理された後、それはフォールディングホームのサーバーに戻され、ボランティアにクレジットポイントが与えられる。このサイクルは自動的に繰り返される。すべてのワークユニットには期限があり、この期限を超えた場合、ユーザーはクレジットを取得できず、自動的に別の参加者に再発行される。タンパク質のフォールディングは、 連続的に行われ、多くのワークユニットは、前任者から生成されるため、妥当な期間が経過してもワークユニットが返却されない、場合は、シミュレーションプロセス全体が正常に進行するようになっている。これらの期限の関係上、フォールディングホームの最小システム要件は、Pentium 3 450MHz CPU とストリーミングシムドエクステンションズである。 しかし、高性能クライアント用のワークユニットは、単一、プロセッサクライアント用のワークユニットよりも、はるかに短い期限が設定されており、それは、科学的利益の大部分がシミュレーションを迅速に、完了することに依存しているためである。一般公開前に、ワークユニットはいくつかの品質保証段階を経て、問題のあるものが完全に利用可能にならないように、する。 これらのテスト段階には、フォールディングホーム全体での最終的な完全リリースの前に、内部、テスト、ベータテスト、およびコードテストが含まれる。フォールディングホームのワークユニットは、処理中に稀にエラーが発生する場合を除き、通常、一度だけ処理される。もしこれが3人の異なるユーザーに発生した場合、そのユニットは、自動的に配布から除去される。フォールディング、 ホーム、サポートフォーラムは、問題のあるハードウェアに起因する問題と不良のワークユニットに起因する問題を区別するために、使用することができる。ファハコーズと呼ばれ、しばしば、コアと略される特殊な分子動力学プログラムは、バックグラウンドプロセスとして、ワークユニット上で計算を実行する。フォールディングホームのコアの大部分は、手動で、 最適化されたアセンブリ言語コードとハードウェアの最適化からなる最も高速で最も一般的な分子動力学ソフトウェアパッケージの一つであるグロマックスをベースにしている。グロマックスはオープンソースのソフトウェアでパンで研究室とグロマックスの開発者とは協力関係を持っているがフォールディングホームでは データの妥当性を確保するためにクローズドソースのライセンスを使用している。あまりアクティブではないコアにはプロトモールとシャープンがある。かつてフォールディングフォームはアンバー、CPMD、デズモンド、ティンカーを使用してきたが、これらのコアは引退しており、現役ではなくなっている。これらのコアの中には、周囲の溶媒を原始単位で、 モデル化する、明示的な溶媒和計算を行うものもあれば、溶媒を数学的連続体として扱う暗黙の溶媒和計算を行うものもある。コアはクライアントから分離されており、クライアントの更新を必要とせずに科学的手法を自動的に更新できるようになっている。コアは定期的にアプリケーションチェックポインティングを作成し、 中断されても起動時にその時点から作業を再開できるようにしている。フェドラ25上で実行するフォールディング、ホームクライアントフォールディングホームの参加者は、パーソナルコンピュータにクライアントプログラムをインストールする。ユーザーはバックグラウンドで他のソフトウェアコンポーネントを管理するクライアントと対話する。 ユーザーはクライアントを通じて折りたたみ処理を一時停止したり、イベントログを開いたり、作業の進捗状況を確認したり、個人の統計情報を表示したりすることができる。コンピュータクライアントは通常のコンピュータの使用に影響を与えないように非常に低い優先度でバックグラウンドで継続的に実行されアイドル処理能力を使用する。CPU の最大使用量は クライアントの設定で調整できる。クライアントは、フォールディング、ホームサーバに接続し、ワークユニットを取得し、クライアントの設定、オペレーティングシステム、及び基礎となる、ハードウェアアーキテクチャに適したコアをダウンロードすることが、できる。処理後、ワークユニットは、フォールディング、ホームサーバに戻される。コンピュータクライアントは、ユニプロセッサシステムや、 マルチコアプロセッサシステム、グラフィックスプロセッシングユニットに合わせて調整されている。各ハードウェアアーキテクチャの多様性と処理性能により、フォールディングホームは多くの種類のシミュレーションをタイムリーに効率的に完了させることができ、これは科学的価値の高いものである。これらのクライアントを組み合わせることで研究者は これまで計算で取り組むことが非現実的と考えられていた生物医学的な問題を研究することが可能になる。プロのソフトウェア開発者はクライアント側とサーバー側の両方でォールディングフォームのコードの大部分を担当している。開発チームには NVIDIA、ATI、ソニー、コールドランデベロップメントのプログラマーが含まれている。クライアントは フォールディングホームの公式ウェブサイト、またはその商用パートナーからのみダウンロードすることができ、フォールディングホームのコンピュータファイルとのみやり取りする。クライアントは、フォールディングホームのデータサーバーにデータをアップロードしたりダウンロードしたりし、通信は2048ビットのデジタル署名を使用して検証される。クライアントのグラフィカルユーザーインターフェースはオープンソースであるが、 クライアントはセキュリティと科学的整合性を理由にプロプライエタリなソフトウェアである。しかしプロプライエタリなソフトウェアを使用することのこの合理性はライセンスは訴求的に法的な領域で強制力を持つことができるかもしれないが実行可能なバイナリファイルの改変を実質的に防ぐことができないため議論の余地がある。 同様に、バイナリのみの配布では、インターネット経由で、ダウンロードされている間の中間車攻撃や、第三者によるバイナリの再配布によって、バイナリ状態のまま、あるいは変更後のバイナリを逆コンパイルして、再コンパイルすることによって、実行バイナリコードの悪意のある変更を防ぐことが、できない。このような変更は、バイナリファイルとトランスポートチャンネルが署名されていて、 受信者やシステムがデジタル署名を検証できる場合には可能であるが必ずしもそうとは限らない。いずれにしてもフォールディングホームの場合クライアントソフトウェアによって処理される入力データと出力結果の両方がデジタル署名されているので作業の完全性はクライアントソフトウェア自体の完全性から独立して検証することができる。フォールディングホームでは ネットワークのためにコスムソフトウェアライブラリーを使用している。フォールディングホームは2000年10月1日に立ち上げられ生体分子システムを対象とした最初の分散コンピューティングプロジェクトであった。最初のクライアントはスクリーンセーバーでコンピュータが使用されていない時に実行された。2004年にはパンデ研究室は デビッド・ P ・アンダーソンと共同でオープンソースのボーインクフレームワーク上で補助的なクライアントをテストした。このクライアントは2005年4月にクローズドベータ版としてリリースされたが、この方法は実行不可能となり2006年6月に棚上げされた。グラフィックスプロセッシングユニットグラフィックスプロセッシングユニットの特殊なハードウェアは ビデオゲームなどの 3D グラフィックスアプリケーションのレンダリングを高速化するように設計されており、ある種の計算では CPU を大幅に上回る性能を発揮する。GPU は最も強力で急速に成長しているコンピューティングプラットフォームの一つであり、多くの科学者や研究者は グラフィックスプロセッシングユニット上での汎用コンピューティングを追求している。しかし GPU ハードウェアはグラフィックス以外のタスクに使用するのは難しく、通常大幅なアルゴリズムの再構築と基礎となるアーキテクチャの高度な理解を必要とする。このようなカスタマイズはソフトウェア開発リソースが限られている研究者にとってはなおさら困難である。 フォールディングホームではオープンソースのオープンムライブラリーを使用している。このライブラリーは2つのアプリケーションプログラミングインターフェースレベルを持つブリッジ設計パターンを使用して分子シミュレーションソフトウェアの基礎となるハードウェアアーキテクチャにインターフェースする。オープンムベースの GPU シミュレーションではハードウェアの最適化が追加されたことで大幅な変更は必要とせず、 手作業でチューニングされた GPU コードとほぼ同等の性能を実現し、CPU の実装を大幅に上回る性能を発揮する。2010年以前は、グパグプコンシューマーグレードのハードウェアの計算信頼性はほとんど知られておらず、GPU メモリに内蔵された誤り検出と訂正がないことに関する状況証拠により、信頼性の懸念が生じた。 2010年、フォールディング、ホームネットワーク上の2万台以上のホストを対象とした大規模な GPU 科学的精度テストでは、テストされた GPU の3分の2のメモリサブシステムでソフトエラーが検出された。これらのエラーは、ボードアーキテクチャと強く相関しているが、ソフトウェア側のエラー検出などのハードウェアの特性に注意を払っている限り、 信頼性の高い GPU コンピューティングは大いに実現可能であると結論付けている。フォールディングホームの第一世代の GPU クライアントが2006年10月2日に公開され、CPU ベースのグロマックスと比較して、いくつかの計算で20から30倍の高速化を実現した。これは GPU が分散コンピューティングや主要な分子、 動力学計算に使用された初めての試みであった。GPU-1 は研究者にグパグプソフトウェアの開発に関する重要な知識と経験を与えたが、2008年4月10日に DirectX の科学的な不正確さに対応して、第2世代のクライアントである GPU-2 に引き継がれた。GPU-2 の導入後、GPU-1 は6月6日に正式に引退した。 GPU1 に比べて GPU にはより科学的な信頼性と生産性が高く ATI や CUDA 対応の NVIDIA GPU 上で動作しより高度なアルゴリズムより大きなタンパク質、タンパク質シミュレーションのリアルタイム可視化をサポートしていた。これに続き2010年5月25日には第3世代のフォールディングホームの GPU クライアントがリリースされた。GPU3 は GPU2 との広報互換性を持ちながらも、より安定性、効率性、柔軟性に優れた科学的能力を持ち、オープンクルフレームワークの上にオープンムを使用していた。これらの GPU3 クライアントは、オペレーティングシステム Linux と MacOS をネイティブにはサポートしていなかったが、 NVIDIA のグラフィックカードを搭載した Linux ユーザーはワインソフトウェアアプリケーションを介して GPU3 を実行することができた。GPU はフォールディングホームのフロップスの中で最も強力なプラットフォームであることに変わりはない。2012年11月現在 GPU クライアントはプロジェクト全体の X86。 フロップススループットの87%を占めている。Linux での NVIDIA と AMD のグラフィックスカードのネイティブサポートは、クーダではなくオープンクルを使用するファハコア17で導入された。PlayStation 32007年3月から2012年11月まで、フォールディングホームは、PlayStation 3の計算能力を利用していた。その開始時において、 メインのストリーミングセルプロセッサはいくつかの計算で PC の20倍の速度を実現し XBOX360 のような他のシステムにはない処理能力を発揮していた PS3 の高速性と効率性はアムダールの法則に基づいて最適化する価値のある他の機械をもたらし計算効率と全体的な精度の間のトレードオフを大きく変え より複雑な分子モデルをわずかな計算コストで使用できるようにした。これによりフォールディングフォームは他の方法では計算上不可能であった生物医学的な計算を実行できた。PS3 クライアントはソニーとパンで研究室の共同開発により開発され2007年3月23日にスタンドアロンのクライアントとしてリリースされた。このリリースにより フォールディングホームは PS3 を利用した初めての分散コンピューティングプロジェクトとなった。翌年9月18日には PS3 クライアントが Life with PlayStation のチャンネルに登場した。導入当時は計算の種類で言えば CPU の柔軟性と GPU の高速性の中間に位置していた。ただしパソコン上で動作するクライアントとは異なり、 フォールディングホームを起動した PS3 では他の操作を行うことができなかった PS3 の統一されたコンソール環境はテクニカルサポートを容易にしフォールディングホームをより使いやすくしたまた PS3 には GPU へのデータストリーミング機能があり現在のタンパク質の動力学を原子レベルでリアルタイムに可視化するために使用されていたソニーは 2012年11月6日、ライフウィズプレイステーションで提供している PS3 クライアント、フォールディングホーム及びその他のサービスのサポートを終了した。フォールディングホームは5年7ヶ月間で1500万人以上のユーザーが1億時間以上の計算量を提供し、病気の研究に大きく貢献してきた。パンで研究室との話し合いの結果、 ソニーはこのプロジェクトを終了することを決定した。パンデ氏は、プレイステーション3さんのクライアントを、このプロジェクトにとって、ゲームチェンジャーだと考えていた。マルチコア処理クライアントフォールディングフォームは、最新のマルチコアプロセッサの並列計算能力を利用することができ、複数の CPU コアを同時に使用することで、シミュレーション全体をはるかに早く完了させることが、 できる同じ時間でより長いシミュレーション軌道を実行し、また大規模なシミュレーションを多くの別々のプロセッサに分散するという従来の困難を軽減するために、この方法は科学的にも価値のある方法である。ジャーナルオブモレキュラーバイオロジー誌に掲載された2007年の論文ではマルチコア処理に依存することで実験的なフォールディングと一致した。 ビリンタンパク質の一部のフォールディングをシングルプロセッサクライアントで可能なものよりも約10倍長くシミュレーションしたと報告された。2006年11月、第1世代の対象型マルチプロセッシングクライアントがオープンベータテスト用に公開され、これは SMP1 と呼ばれた。このクライアントは並列処理にメッセージパッシングインターフェース通信プロトコルを 使用していたが、当時のグロマックスコアは、複数スレッドでの使用を想定していなかった。分散コンピューティングプロジェクトで MPI を使用した、初めての試みであった。クライアントは、Linux や MacOS などのユニックスベースの OS では、問題なく動作したものの、Windows では、問題があった。2010年1月24日、 SMP クライアントの第二世代であり、SMP1 の後継となる SMP2 がオープンベータとしてリリースされ、複雑な MPI は、より信頼性の高いスレッドベースの実装に置き換えられた。s m p には、異常に大きく、計算集約的で、科学的優先度が非常に高いタンパク質をシミュレートするように設計された。 ビッグアドバンストワークユニットの特別なカテゴリーのトライアルをサポートしていた。これらのユニットはもともと最低8個の CPU コアを必要としていたが2012年2月7日に16個の CPU コアに引き上げられた。標準的な s m p にワークユニットよりもハードウェア要件が増えたことに加えてランダムアクセスメモリやインターネットの帯域幅などの システムリソースが必要となった。その見返りとして、これらを実行するユーザーは、SMP2 のボーナスポイントシステム以上の20%、高い報酬が与えられた。ビガドブカテゴリーでは、以前は、スーパーコンピュータのクラスターを使用しなければならず、フォールディングホーム上では、他のどこでも実行できなかったような、特に要求の厳しいシミュレーションを長時間、 実行することができた。ところが、ビガドブユニットを実行できるハードウェアを持っている。多くのユーザーは、後から CPU コアの最小値が増加した時に、そのハードウェアがビガドブワークユニットには不適格とみなされ、通常の SMP ワークユニットしか実行できなくなってしまった。このことは、プログラムに多額の資金を投資した多くのユーザーを苛立たせ、 ビガドブの目的でハードウェアが使用できなくなってしまった。その結果、パンでは2014年1月にビガドブプログラムを2015年1月31日に終了することを発表した。V7 クライアント Windows 7上で実行されたノービスモードの V7 クライアントのサンプル画面。V7 では様々なコントロールやユーザーの詳細な情報に加えてその状態。 計算進捗状況、ETA、クレジットポイント、識別番号、説明などのワークユニットの情報が表示された。V7 クライアントは、フォールディング、ホームクライアントソフトの第7世代となる最新版で、Windows、MacOS、LinuxOS 用の以前のクライアントを全面的に書き換え、統一化したものである。2012年3月22日に、 リリースされた V7 は以前のクライアントと同様にバックグラウンドでフォールディングフォームを非常に低い優先度で動作させることができ他のアプリケーションが必要に応じて CPU リソースを使用できるようになっているそれはインストール起動操作が初心者にとってよりユーザーフレンドリーになるように設計されており以前のクライアントよりも研究者に科学的な 柔軟性を提供している。V7 ではトラックを使用してバグチケットを管理しユーザーが開発プロセスを見てフィードバックを提供できるようにしている。V7 はマルチコアに対応した1個の CPU スロットと対応 GPU ごとに GPU スロットを設け複数の CPU コアを利用するように設計された。V7 は 4つの統合された要素から構成されている。ユーザーは通常、ファハコントロールと名付けられた V7 のオープンソース GUI を使用して操作する。これには、初心者向け、上級者向け、およびエキスパート向けのユーザーインターフェースモードがあり、1台のコンピュータから多数のリモートフォールディングクライアントを管理し、設定、及び制御する機能を備えている。 ファハコントロールは、各、ホスロットを管理する、ファハクライアントというバックエンドアプリケーションに対して、指示をする。各スロットは、単独でワークユニットのダウンロード、シミュレーション処理、その結果のアップロードを行うことができる。かつては別個であった、フォールディングホーム V6 ユニプロセッサ版、SMP 版、GPU コンピュータクライアントの代わりとして機能する。 そして PS3 のビューアを模したファンファビュアは現在処理中のタンパク質のリアルタイム 3D レンダリングを表示する。Google Chrome 2014年には Google Chrome と Chromium のウェブブラウザ用のクライアントがリリースされユーザーがフォールディングホームをウェブブラウザで実行できるようになった。このクライアントでは クロミウムベースのウェブブラウザに搭載されている Google ネイティブクライアント機能を利用してユーザーのマシン上のサンドボックスでフォールディングホームのコードをネイティブに近い速度で実行していた。NACL の段階的な廃止とフォールディングホームでの変更によりウェブクライアントは2019年6月に高級的にシャットダウンされた。 アンドロイド2015年7月、アンドロイド4.4キットカット以降を搭載した端末を対象としたアンドロイド携帯電話向けのクライアントが Google プレイで公開された。その後、2018年2月16日、ソニーと共同で提供していたアンドロイドクライアントが Google プレイから削除された。将来的にはオープンソースの代替版を提供する計画が 発表された。ロゼッタホームは、タンパク質の構造予測を目的とした、分散コンピューティングプロジェクトであり、最も正確な三次構造予測の一つである。ロゼッタのソフトウェアから得られる、立体ハイ座状態を利用して、フォールディング、ホームシミュレーションの出発点として、マルコフ状態モデルの初期化に利用することができる。逆に、 構造予測アルゴリズムは、熱力学的モデルとウィンドウ論的モデル、およびタンパク質フォールディングシミュレーションのサンプリングの側面から改善することができる。ロゼッタは、最終的なフォールディング状態を予測するだけで、どのようにフォールディングが進行するかを予測するものでは、ないため、ロゼッタフォームとフォールディングフォームは、補完的なものであり、全く異なる分子問題に対応する。 アントンは分子動力学シミュレーションのために構築された専用のスーパーコンピュータである。2011年10月の時点でアントンとフォールディング・ホームは2つの最も強力な分子動力学システムであった。アントンは2010年にミリ秒領域に達した単一の分子軌道のように非常に計算コストのかかる単一の分子軌道を生成する能力において ユニークであった。このような長い軌跡はいくつかのタイプの生科学的問題に特に役立つ。しかし、アントンは解析にマルコフ状態モデルを使用していない。2011年、パンデ研究室は2つの 100S のアントンシミュレーションから MSM を構築し、アントンの従来の解析では見えなかった大体のフォールディング経路を発見した。その結果、 限られた数の長い軌道から構築された MSM と多くの短い軌道から構築された MSM の間にはほとんど違いがないと結論付けた。2011年6月、フォールディングホームはアントンと比較した手法をより適切に判断するためにアントンシミュレーションのサンプリングを追加した。ただし、フォールディングホームの短い軌道が 分散コンピューティングや他の並列化手法に適しているのとは異なり、長い軌道は、タンパク質の位相空間を十分にサンプリングするために適応的サンプリングを必要としない。このため、アントンのシミュレーション手法と、ホールディングフォームのシミュレーション手法を組み合わせることで、この空間のより完全なサンプリングが可能になる可能性がある。ありがとうございます。